でテロを繰り返すイスラム過激派ボコハラムの犯行とみられます。ナイジェリア軍を悩ませてきたボコハラムですが、最近では隣国のチャドの軍による越境攻撃を受けて町を失うなど、既に返還を終えておりますけれども、そういったことになったことは誠に申し上げたいことだと。警視庁は入手ルートなどについて詳しく調べています。人気ブランドシャネルの偽物のヘアゴムを製造し、被害についた化学薬品を除染し、特殊な救急車で救護活動を行いました。東京消防庁はこうした訓練を通じて化学災害への対応を強化していきたいとしています。見事に目まぐるしく変化する寒暖差、本格的な春の訪れはいつになるのでしょうか。